今日は今、このスタジオとしてお借りしておりますですね、KDDI 研究所の、出展の内容というのをぜひご紹介したいと思いまして、KDDI 研究所グループリーダーの、超臨場感グループの、ご担当であります坂澤、茂之様に、参加していただきました。じゃあ坂澤さん、よろしくお願いいたします。はい。まずですね、昨日実は私、この会場の、デモのところを取材させていただきまして、映像を撮っておりますので、まずその映像を見ながら、坂澤さんに、全体の概要をお話しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。坂澤と申します。よろしくお願いします。今回の KDDI 研究所ブースの全体テーマといたしまして、ビヨンドエッジデーというタイトルをつけております。エッジデーの普及に来ている今、その先にあるものは何だろうかというところが一つの大きなテーマになっています。で、我々はリアリティ・エクスペリエンス・モバイルという観点で、どんどんそのメディアの品質を高めることで感じることができるメディア、体感型メディアと、そしてそれが携帯とも結びついていくと、そういった展示を今回行っております。はい、ありがとうございます。今、映像の方で最初に流れた8K でしょうか、映像があったんですけど、あれは具体的にはどのようなものなんでしょうか。はい。最初の、今回の目玉の展示は 8K スーパーハイビジョンの展示なんですけれども、これを我々は、圧縮技術を使って、90Mbps という非常に低いビットレートでの圧縮に成功したものを今回展示として出しております。で、合わせて 4K に関しても、25Mbps でのライブエンコードのデモを行っております。これは正面に映っているのが 8K のスクリーンと、それからプロジェクターになります。で、ここで表示しているものが 90Mbps で圧縮された世界最高性能の圧縮技術によるコーデックの映像でございます。これはパネルで、これはデコーダーの表示になっておりまして、ソフトウェアでスーパーハイビジョンのデコードができるということをお見せしております。で、こちらは、今度携帯と関連させることによって何ができるのかということで、携帯というのは個人が持つデバイスですので、パーソナライズができるということが最大の特徴になります。そして、その携帯をセカンドスクリーンとして、その個人に合わせた情報を表示してあげたり、あるいはテレビを見ているのが誰かということを把握して、その見ている人にぴったり合う情報をテレビに表示してあげるといった内容のデモになっております。はい、今画面に出ておりますのは画質評価ソフトでございまして、ビデオの品質を管理する上で、人間が目で見てチェックするのではなくて、自動的に機械でチェックできるような、そんな技術になっております。これが我々が今お借りしているビストファインダーだと思うんですけど、これはどのような。はい、これは取材現場から、緊急用の報道用の映像を伝送するためのものでして、現在最新の機種では、WiMAX、UQWiMAX に対応しており、無線で非常に高速に現場から映像を送ることができるというものです。